歌手の松前弘子が社長を務め、三山ひろしらを擁する、ミーガンプロダクション所属の小山雄大、20、が、4月10日に、道南小石屋で、キングレコードから、メジャーデビューする。それに先立ち21日、都内でお披露目会を開催。小山は1月22日のデビュー発表から1ヶ月が経った。現在の心境や今後への意気込みを語った。小山は4歳から本格的に民謡を習い、2009、11、15年には道南区節節全国大会の幼年の部、少年1部、少年2部でそれぞれ優勝。16年に上京し、作曲家、源哲也氏の下でレッスンをスタートし、同年に NHK のど自慢チャンピオン大会でグランドチャンピオンに輝いた。お披露目会では、デビュー曲、道南小石屋やカップリング曲、椿咲く島を歌唱。マジックが特技であることから名付けられた、マジックボイスを存分に響かせた。道南小石屋は、作詞に沢田鈴子氏、作曲に、恩師、源氏を迎えた一曲。椿咲く島は長崎、五島列島を舞台とした楽曲で、作曲、作詞ともに源哲也が手掛けた力作となっている。